ユリのことはくれぐれもよろしくな。大会で会えるのを楽しみにしてる。坂崎亮もあの赤いジャケットの男を知らないと言ってたな。復讐のことは慎重に進めないとな。我慢だと、もう10年も我慢したよ。兄さんは強くなればなるほど臆病になってきた。今すぐギースタワーに乗り込もうぜ。捕まえろ。逃げよう。待て、こちら先だ。確かに問題です。簡単には潜り込めそうにもありませんよ。ではすぐに撤収しろ。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八血衆。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。なんだよ親父。バカ息子、この親不孝者。あ、俺、わしを置いてけぼりにしてお前一人で楽しもうとは全く腹の立つ。キングオブファイターズの参加者はすご腕揃いなんだ。100点連覇の間違いなければお前などすぐにポコポコ。親父、俺さっきさ、お前らがわしの助けなしで勝てるわけがない。今すぐベニマル君に飛行機のチケットを用意させろ。スペシャルコーチ&スーパー秘密兵器として言ってやらんでもないぞ。あの、俺さっきサウスタウンでオロチの気配を感じたんだ。何？封印の力が弱まったってことはないよな。わしは今朝からずっと部屋にこもって修行してるが、別に変わったことはないぞ。封印が弱まるもんか。本当かよ。お前親を疑うのか。もう一度言う、わしがいる限り封印は安泰だ。バカ息子、飛行機の手配急げよ。これ以上母さんにこき使われるのはごめんだからな。何ですって？誰が誰にこき使われてるって？文句があるなら今すぐ荷物をまとめればいいわ。どこへでも飛んでいきなさいよ。もちろん見送りはなし。何をおっしゃいますやら、ハニーちゃんにこき使われることこそがこの草薙最終人生最大の喜び。だったらさっさと台所を掃除して。はい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 、ただいま。スケットは他を当たるしかなさそうだな。もうほらほらほら、早くして。
私だ。物は届いた。予定通り進める。ところで、頼んでおいた件はどうなった？そうか。よろしく頼む。オロチ、今日お前試合にビビりすぎて幻覚でも見たんだろ。ダイモン、飛行機の手配だ。親父を呼ぶぞ。え、なんだよそれ。俺を外す気か？予算か揉めるな。ふん。ちげえよ。スーパーヒーローベニマル様には折り入って大事な頼みがあってさ、お前が抜ける間だけ補欠で親父を出そうと思ったってわけ。ふん。なんだ頼みって？ KOF に出る選手全員の情報集めだ。あ、もしもし、レイチェル？ちょうどよかった。悪いんだけど、 KOF に出るやつ全員の情報をメールしてくんない？よろしく。うん。で、何か報告？マジ？坂崎ゆりが見つかった？どこで？本当に忙しいんだ。ジャンはまだ入院してるし、店を開けないと手術代を稼げないから。だったらなおさら KOF に出たら、それだけで5桁のギャラがもらえるのよ。1回勝てばその2倍。それどっからの情報？招待状には書いてなかったよ。お兄ちゃんがロバートさんと話してるのを聞いた。お兄ちゃんは嘘つかない。うん、5桁？まさか日本円？いやいやいや、そんなしけてるわけがない。うわ、どれなら大金持ちじゃないか。でも一チーム3人なんだろ。あと一人は？ああ、そこよね。それが問題なのよね。3人目？一体どこで探したらいいのかな。ん？てめえよくもやったな。気に入ったぜ、このジャジャウマ娘。あら、言葉には気をつけなさい。もっと痛い目を見ることになるから。マイさん。ユリちゃん、キングさん。おっと、また来やがったな。しかも二人もいるじゃねえか。あの金髪いいっすね。でもジャジャウマも捨てがたいし、親分モテモテ。ねえ親分、俺に一人くらい分けてくださいよ。お願いします。あのロリッコとか。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。何がロリッコだ。あれは俺がいただく。てめえら、とっ捕まえろ。はい。課長さん。あなた。マイさんをいじめちゃダメなんだから、バビッと懲らしめちゃうぞ。やっ！
このクソ女の子。本当に久しぶりですね。マイさんに会いたかったんです。つまんないな。ねえ、でもゆりちゃん、どうしてロンドンにいるの？お兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだって、女の子はおしとやかにしてなきゃいけないなんて言っちゃって、お見合いまで仕組んだんだよ。ふざけんなっつーの。女だって戦えるんだから。はあ、わかるわ、男って自分勝手よね。それじゃ一緒に出てみる？さすがマイさん、ここで会えたのは運命ね。キングさん、弟のジャン君の手術代が足りないんだったら私の賞金を全部あげるから。え、私もあげる。そんなの悪いけど、でも決まりだな。嬉しい。招待状を使わせてもらえるなら私の招待状は金に換えられる。決まりね。私たち世界最強の女子格闘家チーム。女子格闘家チーム。なんかいまいちね。もっと聞くだけで相手がビビるようなネーミングがいいんじゃない？女王チームはどうだ？いいわね、女王チームで行きましょう。男どもに思い知らせるの、この世を支配するのは女だって。賛成。ワン、ツー、スリー、女王チームファイト。アンディ、見てなさい。兄弟弟子を殺すくらいだ。強くなるためなら手段は選ばない。親父の仇を取りに来るな、どんな手を使っても。金を動かしたこと、このことがギースさんに知られたら、どっちかな。命が危ないのはミューズのバラって呼ばれてるんだって。一度味わってみたいと思ってた。ごめんだわ。バカめ、お前みたいな安い女が上品ぶってんじゃねえよ。くたばりやがれ。